デジモンワールドネクストオーダー。デジモンワールドネクストオーダー。デジモンワールドネクストオーダー。7年ぶりか。腕がなまってないといいけど。え？何が起こったんだ？下がって、ここは私たちが食い止める。あなたはいつものように指示だけ出してくれればいい。どうした？バトルの時いつも俺たちに指示を出してくれていただろ。いきなりのことで戸惑っちまってるのか。やむを得ない。ここは私たちがフォローしよう。やれやれ、パートナーの俺たちのことまで忘れちまってなきゃいいがな。本気出していこう。大丈夫だ。そうだ、よしよし、やるな。よしよし、バカ、行くぞ。よしよし、やったぞ。いい感じ。
ろ。わかった。まだだ。やっとお前に会えたんだ。こんなところでやられてたまるか。そうだな。ここで私たちが敗れたら、あなたまで。そんなことはさせない。これはなんだ。絆の光。力を感じる。絆が力に変わっていく。行くぞ。お前がいてくれれば。私たちはまだ戦える。わかった。寝ている場合じゃない。守るんだ、私たちのパートナーを。おい、行くぞ。ああ、決める。無事だったか。礼なんていらない。私たちはパートナん？
し人間か？無限ドラモンが消え去り人が現れるとは面妖な。異空間の罠に無限ドラモンを閉じ込めたはずじゃったが、あの無限ドラモンを倒したとも。そうか、それで異空間の固定が解けたのか。ここにおるのはお主のパートナーか。しかも2体とは随分と変わった関係じゃの。お主を守るために全てを使い果たしたか。そう落ち込んだ顔するでない。彼らがパートナーデジモンならばデジタマ転生が可能じゃ。わしが受け継いだ外部記憶がそう言っておる。さ、心にパートナーを思い祈るのじゃ。さ、心にパートナーを思い祈るのじゃ。成功じゃ。よし、これで転生は完了じゃ。改めてこやつらのテイマーとしてパートナーたちを大事に育てるがよい。何が何だかわからんか。なあ、わからんことだらけなのはわしも同じじゃ。一体何がどうなっておるのか、ひとまずわしの家に行って話を聞かせてくれんか。そこで気を失っている床紋の手当てもせねばならんしの。お主はデジバイスに吸い込まれ、より悪くわしの作った異空間に落ちたと。そしてデジバイスによったお主のパートナーが無限ドラモンを倒し、なるほどな。偶然とはいえ助かったわい。礼を言うぞ。実はの、今この世界は危機に瀕しておる。見ての通りわしらの町フローティアもボロボロでな。その原因は無限ドラモンじゃ。ここしばらく突発的に何度となく襲ってきては町に大きな被害を出しよった。究極体の圧倒的な力もさることながら、不意にわしらはなすすべがなかった。そこでわしは己の知識と技術を総動員して無限ドラモンを捕獲するトラップを仕掛けた。次に奴が現れたら異空間に飛ばして閉じ込めてしまおうと考えたのじゃ。計画は成功した。いや、計画以上の成果じゃ。お主のおかげで
あの無限ドラモンを倒すことができたのじゃからな。じゃが引きなさったわけで、無限ドラモンが暴れては消える現象はこれまで何度も各地で確認されておる。信じられんことに、あの究極体が一体ではないというわけじゃ。今回はお前さんたちの活躍でかろうじて乗り切ることができたが、残念なことに、どこからどうやって無限ドラモンが現れるのかわからん。なんとも絶望的な状況でな。何か手がかりでもあればやりようもあるのじゃが、何か手がかりでもあればの。何？このトコモンが無限ドラモンだったじゃと？そんなバカなことが！いや、しかし言われてみればトコモンから微量ではあるが異質な情報波を感じる。これはどう考えればいいんじゃ。町の住人であるトコモンが。